マイナコージアです。ソニー、アルファ55、アルファ55と、レンズは、ズームではなくて、50-18 単焦点の標準と、こちらは85-2.8、こちらも単焦点ですね。レンズ2本付きのセットになります。まずボディの付属品ですけども、チャージャー、ストラップですね、 USB のコード、なんか CD と説明書が付いています。他に箱とかは付属してません。ボディは基本的に箱はありません。裸みたいなものですね。ただレンズの方は付属品があります。まず 50mm の方がボディに今ついてます。 50-18 ですね。キャップ類とそうですね、これはレンズの方ですけど、まあ、密入保証書から取説がついています。キャップなどもついてますね。 85mm の方はこれも箱と、こちらも保証書ですね。これも未記入です。未記入保証書がついています。他に付属品はないですね、のような状態です。85-2.8、まあ、外観綺麗でほとんど新品みたいな状態だと思います。綺麗ですね。レンズも綺麗だと思います。まあ、ほこりは多少はあると思いますけども、まあ特に問題ないレベルだと思います。キャップもソニーですね。フードもついています。フードも、まあ、多少スレがあるぐらいで綺麗な状態だと思います。ボディについているのが 50-1.8 ですね。これも、まあ、綺麗、ちょっとスレありますけど、まあ綺麗です。レンズも、まあ、綺麗な状態で問題ないと思います。ボディですね、これミラー動かないタイプになります。すごい連射が効きました。レンズも普通に動いてます。外観綺麗ですが、まあ、多少使用感があるかなって感じですね。全然問題ないと思います。まあ、多少擦れ傷があるぐらいですね。液晶も綺麗です。まあ、多少の擦れはあるかもしれませんが、まあ問題ないと思います。
ファインダーも綺麗に見えてますね。すごい小型で面白いカメラだと思いました。ボディとレンズ2本、単焦点が2本のセットになります。